どや。いつもご視聴ありがとうございます。スエチャンネルのまゆです。前回はウィッグキャップを作成しました。今回のパート4ではウィッグを作っていきます。はい、セリアのエクステ。ダークブラウン。セリアのエクステを使います。取り出すときは、上から開けたがいい。これね、下に取り出し口あるけど、明らか毛の流れに逆らって開けることになるので、今下開けちゃったけど、上の部分を切って、もうこういうのは上から開けるのが基地です。こうね。スーッと。そしたらこう、崩れずに済みます。はい。そしたらこの、入ってたビニール袋を、このね、毛と、ここでぐしゃるっていうね。ちょっとまあなんとかして、こうちょっとブラーンとして、毛とこの台紙の間に入れます。この上で作業するんで、毛と台紙の間に入れます。で、こう、ちょっと溶かしといてください。溶かしといていきます。なんでセリアのを使うかっていうと、ダイソーのは、分厚い。層が分厚い。ポニーテールのウィグがあるんだけど、4層ぐらいになってて、なかなか毛束を作れない。買った。眉がやった時。しかも300円する。なので、セリアの100円のがおすすめです。セリア全部100円なんで、したら、もう前全部栄養ドリンクのあれでやってるんだが、蓋なんだが、このちょっと水を入れてるとこにボンド入れます。で、混ぜます。で、結構濃度高めのがいい。で、台紙を入れたのは、台紙にこの袋を入れたのはくっつかないようにです。下にクリアファイル置いてるけど、このクリアファイルでもいいや。多分この台紙でくっつかんと思う。台紙じゃない。入れ物袋。ただこのキャラはロン毛なんで2分割でいきます。こんなに長くはないんで、真ん中ら辺のところを、手で押さえといて、ペペペペペペペ。ボンドを結構たっぷり塗っとく。で、この時に、これね、セリアのだと1層しかないから、これでいいんだけど、ダイソーのだと4層とかなってるから、どうしても下まで浸透しなくて、毛束がバラバラ、抜け毛が多くなる原因になり、あ、こぼれた。で、眉はうまく作れなかったです。と位置がわからなくなるんで、押さえたとこら辺にはもうこうやって、でも先につけてた方がいいかもしれんな。つけといて、こう塗る感じ。これ何してるかっていうと、これで毛束を固めて、こっから下を貯金したら、こっから下っていうかこの止めたとこから切ったら、毛束ができるっていう寸法です。こんな感じに、切りつつも、毛束が、根元がくっついてる。これをこうペタペタ貼っていけば、毛が生えるっていう感じ。これはもう、ダイソーのやつなんですが、ちょっとこっちでやろう。ダイソーのポニーテールウィッグ。いいんだけど、見てもらえるとわかるように、これ層になってんだよな。めっちゃ、こう。これだいぶもう切って、層を切ったんだけど、こんな風に何層にもなってるから、例えばここでボンド塗っても、一番上しか塗れなくて、あと抜け毛、全部抜け毛になります。
なのでうまくいくのが難しかったんで、セリアのこの1層の方がうまくいくと思います。これで、30分ぐらい乾かす感じです。ここにボンド塗って乾いたんだが、このボンドの上側を切る。切りづら。できた。いいねー。余った根元部分はそのままつむじに使います。今回は人用のエクステを使いましたが、最近ドール用毛束がセリアで発売されました。いずれそちらを用いた作成も撮影予定です。はい、これが頭。次回はウィッグタップに毛束を貼って頭を作っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。